に中盤のマルコス・ジュニオールのこの動き、センター非常に前後ろと広範囲に渡ります。この人いいところで取りました。中に入れる。さあこれはチャンスだ。中川右足先制。エジカル・ジュニオール12分に先制点。好調エジカル・ジュニオール。エジカル・ジュニオールが決めて1対0。このポケットになったワイタリーラのところでマルコス・ジュニオールが受けてディフェンスラインの背後へ、はい、中川が抜け出してで中央にいたエジカル・ジュニオールが流し込む、はい、あのバックパスをすることで相手のラインを上げさせておいてその背後のスペースを使って最終的にはゴールキーパーとディフェンスラインの間に速い低いボールを入れるっていうのが一つの狙いなんですけれども、ほらもう狙い通りのゴールですね。今シーズンの6ゴール目。やはりマルコス・ジュニオールが一つ起点になって中川のスピードを生かした攻撃だったですね。バックヘッドでボールをしかし拾ったのは湘南だ。同点。竹富決めて1対1。滑り込んでワンタッチ。前半内に追いつきました。竹富決めて同点。このキックからのセカンドボールなんですけれども、これ拾った小林がこれ縦に突破して速いクロスですよね。まあコーナーキックをクリアした横浜というのは少しライン上げますから、やっぱりこう突破した後のゴールキーパーとディフェンスラインの間っていうのは少しスペース空くんですよね、うん、まあそれを小林が速いクロスを入れたことでゴールキーパーの前で時富が合わせることができましたね。そこでマルコス・ジュニオールがどう生きてくるか、はい、左を使ってそして今遠藤切り返し効きましたね。これ遠藤渡したバイスクルかボレーだ。最後はうまく中川が決めました。右足勝ち越し1対2。さあドラゴンボールパフォーマンスは今日は出ないか。中川でしたからね、すぐに寄ってきた。この斜めのランニングだと思うんですよね、はい、このハーフゾーンを使う、はい、切り返して入り込んで低いクロス、はい、セカンドボールを中川が押し込んでいる形ですよね、このハーフスペースに入ってくる選手が必ずやっぱいるんですよね。なるほどね。そこを使って深い位置まで入り込んでからクロスを入れるんで、まあ、ディフェンスにとっては守りづらいんですよね。ですからペナルティーボックスの幅で攻撃できますから、まあ、これも何度も言いますけど、まあ、マンチェスターシティとかよく使う攻撃の動かし方なんですよね。